清田次郎は昭和15年6月5日に生まれた。若い頃には神奈川県川崎市で最も凶暴な一派と恐れられた、総勢80名を超える愚連隊を率いて暴れ回っていた。ある時、街中において稲川会傘下で山川一家を旗揚げしたばかりの山川治と知り合った。山川治は稲川会の創設当初からの大幹部であり、稲川清浄が最も信頼を寄せる懐刀で、清田と出会った頃はイケイケの絶頂期であった。清田は山川治の荒っぽいながらも懐の深さに惹かれ、また山川治もすぐに清田の中にあるヤクザとしての素質を見抜いた。清田は同胞ということもあり、すぐに山川治から杯をもらうと、自身が率いる愚連隊ごと山川一家に加入し、厳しい修行を耐え抜いた。また常に山川治のそばから離れず、山川治が示す一挙手一投足を心に焼き付けた。それにより稲川清浄から一直線につながる稲川会の伝統を体の隅々にまで染み込ませることができたという。次第に清田は頭角を現し、入門からそれほど時間を経ずして若頭に昇格した。だがそこで気を緩めることなく、一層真面目にヤクザの道を突き進んだ。平成2年、2代目稲川会会長、石井隆正が引退すると、その後目を稲川清浄の実子である、稲川裕光が継承。それと同時に、山川治は稲川会の理事長に就任。その2年後の平成4年、山川治は稲川会最高顧問となると、山川一家の後目を清田に譲り、山川一家2代目体制がスタートした。一方の清田は、稲川会本部でも早くから運営委員長、理事長補佐、会長補佐などといった執行部の重職を歴任し、組織運営のキャリアを十分に積んだ。平成17年、稲川裕光三代目が病死すると、慶応七熊一家の角田義雄と、三代目稲川一家の稲川秀樹との間で、後目をめぐった争いが起きるが、稲川清浄の裁定により、平成18年4月、稲川裕光三代目の後目を角田義雄が継承。角田義雄四代目体制がスタートすると、清田は理事長に就任し、組織のさらなる拡充に奔走した。平成20年、山川一家の後目を若頭を務めていた内堀和也に譲り、自身は理事長職に注力し、角田義雄を支えていた。しかし、清田をはじめ、執行部らの懸命の支えにもかかわらず、角田義雄四代目は病に倒れ、平成22年、息を引き取った。生前の角田義雄四代目は清田に全幅の信頼を寄せており、角田義雄四代目は清田を後目に指名していたとされ、組織内には次期会長は清田だという雰囲気が出来上がっており、四代目の後目問題で起きたような混乱は起きず、スムーズに後目のバトンタッチが行われ、同年、清田は五代目稲川会会長を継承した。平成23年、山梨一家から佐野輝明が離脱し、山梨共有会を発足、独立組織として活動を始めるといった混乱が起きた。そして平成28年には、6代目山口組が分裂。稲川会の有力組織の工場一家総長、戸上光雄と6代目箱屋一家総長、中村武氏が、6代目山口組を脱退した、4代目山県組組長、井上邦夫と食事会をしていたことが問題視され、両総長は稲川会から破門処分を受け、稲川会を脱退。神戸山口組へ加入するのではとか、山梨共有会と合流するのではなどの噂が出ると、同調する組織が稲川会を脱退し、稲川会も分裂するのではとの憶測が飛んだが、内堀和也の懸命な後処理により、事態は収拾した。そして同年、佐野輝明率いる山梨共有会は、四代目同人会会長、小林哲司の仲裁により、山梨共有会を解散させ、佐野組として稲川会に復帰した。平成31年4月、清田次郎は稲川会の後目を内堀和也に譲り、総裁に就任した。